どうしようこれ、2つもある。どうしよう、誰に開けたらいいんだこれ2つ。これなんだっけ、バターケーキ、バターケーキ2つ、どうしよう、食えないだろこれ、25日まで。バターケーキ2つ、どうしよう。リリーさん冷凍できるの、わかんない。1週間食えるかな。アイザーが馬刺し買った、来たよ、なんか LINE 来てたよ。なんだよ馬刺しって。とりあえず一箱まだあるんだよね、残ってるよねまだ。どうしよう、夜分間に合う。空き時間何してたの、やかましいわ。寝てたよ、彼女みたいだな、相沢みたいだなお前。なんだ空き時間何したの、たわけよ。距離近いな君。空き時間何した、寝てたよ、ゴロゴロしてたよ。ダメなの、ゴロゴロしてた。うん、うるせえな、一人で、一人。相沢さん、ね、あの連絡してない。うん、するわけないだろ、休んでいいやんか別に。ずっと家にいたよ、うん、やかましいね。誰が番になったの、誰だっけ、相沢さん、神奈川な、もう番が多すぎて分かんない、いろいろめっちゃ。相沢が誠司と会うって言ってたけど本当知らないよそれは、僕は、うん、約束してないです。あ、林会長も番だね。TikTok でパピオに馬刺し買ったって話してたよ。頼んでないぞ俺は、馬刺し買ってきてって。どうしたらいい、馬刺しはそんな好きじゃない。なんなん馬刺しって、どういうこと。あ、メホニャンキャスバー、美味しいの馬刺し、マミちゃんして。でもらいに行く、もらいに行くか。うん、もらう馬刺し。明日届けるって。ジブリ？何の話？ジブリ？何の話？ジブリ。おいしい。常に連絡取ってない、取ってない。あいつはバンだよ。パンケーキ自分作ってないよ、ウーバー。新しい彼女じゃないって。あ、ミッチャーのやつ。あーい、あーい、何したんだバンって。何したんだっけな、もうやってることが多すぎて分かんねえ。相沢さんなんでバンだったんだっけ。誹謗中傷、うん、
愛してる、あれみっちゃんさん、あの愛してるとかはな、あのコメントだけじゃなくてアイテムでぶつけてくんねえと、アイテムでどれぐらい好きなのかわかんねえよ、うん、バッグ買うわけないだろ、アイテムでぶつけて。カバ新しいアイテム見たか、見たよ、誹謗中傷、これパンケーキ、今 TikTok リスナーさんにゴミって言ってたから、バンって言ってた、言ったからバンって言ってた、バンじゃないよ、なんない相沢さん TikTok 事務所入ってるから強い、やっぱ相沢さんをバンにさせたらすごい大したもので、誕生日の日に、そう、バンならへんの、うん、俺と何馬刺し、何言ってんの、 TikTok じゃなくて不安の理由でしょ、ウィー、ジェットコースター、どんつくらすごい、あっ TG サリアス、サムネ変えた、あ、事務所辞めたのか、辞めた、はい、こんばんは、ニコラスコイ。こんばんは。はい、ジュマちゃん。おい、マミちゃん、ファンタスティックお前が、お前が、アラブ席よ、ビリケツマサマサトップ。マーミちゃん、入れてやってけ。あれい、さ、これ。もう。最高やね。寝た、めっちゃ寝た、事務所クビ、おい、まみちゃん、あんなやつらすくん、これはね、どこのか、キャリーズ、うん、あと1800ポイントで1位だった、おい、どんつく、おい、はっちゃん、はっちゃんすごい、ナイス、うまい、キムチポッカ食べないですね、バンになっちゃったからね、林会長、バンになっちゃった、今すごい厳しくなってるよ、うん、うちになっちゃった、相沢さん、揚げまんなのかな、相沢さんの話してたら1位になっちゃったね、相沢さん来た、見たよ、見たよ、相沢さん1位来た、林さんは誹謗中傷恫喝みたいな感じ、なんかオラオラ系配信しちゃった、バンです、キムチポッカバンです、僕が苦手な料理を作ったからバンです、うん、ソファーの奥が傾いてる、誰か座ったかって、パルちゃん座ってた、パルちゃんが座ってた、傾いてた、うん、めっちゃ厳しいね、みんな一日番だね、うん、機長から10万借りてすぐ溶かした、マジで機長貸したの、嘘やろ、貸したの機長さん、毎日借りてる誰かから、10万、
5番じゃない。ちゃんと1日番。ちゃんと。うん、上さんのミスジャッジじゃなかった。ちゃんと精査した。上さんが決めた。養分が35万。どこまで行くんや、お前くんは。狂っとるな。養分30万 ?30? 俺まだ貸してないで。貸さなくていい、俺は。貸す?貸してほしい?貸した方がいいかな?帰ってこないか?やめる?こじりタイム2回やめてください。軍曹さんにはどうなんだか分かんない。名古屋行かないよ。山田がマチャのブロック外した。どういうこと。マチャのブロック意味分かんない。マチャって人知らないんだよな。化け物嫌いなんだよ。気持ち悪いの無理なんだよ。見てられないんだよね。だったらそんな気持ち悪い化け物見るより僕は綺麗な子見てる方がいいね、うん、よく見てられるね。みんなはね、気持ち悪い化け物妖怪を。僕はとてもじゃないけど気持ち悪くて、マチャもブロックしてた?いいよ、そのままでいいよ、そのままで。うん。なんでテテは仲間なんちにいんの?あ、わかんないです。うん。全然わかんないです、テテって。テテさんって目黒区でね、中村は 何区だっけな。近いのかな、家が。綺麗な子いるでしょうよ、ふわっち。紹介する?配信者無料紹介所やるか?この子いいよっておすすめの子いますか?ちょっと見てってください。顔だけでも見てってやって。やる?紹介する?この子可愛いで。今一押しです。うん。見るだけ見てって。この子可愛いよ。うちで一番可愛いよ、これ。うん、マナミンって言ったっけな、マナミン。一押しです。この隣はね、前人気あったんだけど今ちょっと人気なくなっちゃって、これ。この子はミナちゃん、気が強いのね。ちょっと気が強いの、気が強いの好きな人はいいよ。結構オラオラ系、喋り方が。いっぱいいるよ、ふわっち、かわいこ。ほとんど格好。うん。こまいくん来た?こじリスク?こじリスクタイム?また来た?うそやろ?うわぁ!なにこの寒い。これ、走りながらこじらしてくる。力がしてこのサムネでこのタイトルは草。もう分かってんじゃん、やること。もうダッシュしながら、もう時間がないんだよ。すごいなこれ。天井前なの、玉切れなの。うわ、それは早い方がいいな。躍動感すごいな。うわ、時間がね、わかるわこの気持ち。うん。あと何枚いるの？あと250枚いるの？ってことは、
タクマロケットファン投げた。あ、まあ面白くて投げる人いるだろうね、エンタメでね、頑張れっつって。うん、3万いるのか。うわ、3万だったらなんとかなりそうやね。うん、いや俺ね来てないね、来てない。ギャンカスだね。何の台打ってんの。あと100回転で天井。何の台、また北斗ビンゴ。うん、北斗なんだ。あ、転生か。うわうわ、転生天井なんだ、もう。うわ大変やなこれ、行ったり来たり、ツイキャスでね、ハマってはフワッチでこじっては、この行ったり来たりが面白いんだろうね、多分リスナーさんは。うん、現地のさ、リスナーさんでハイエナしちゃうじゃん、誰かいないの。ハイエナするじゃないか、小前くんのガチアンチの方。小前くんの台取っちゃうじゃん、泣くんじゃない。テンダがハイエナになってる。あーね、うん、ていうか今日さ、俺ゼロワンのさ通知飛んできたんだけど、ゼロワンやってたんだ今日、寝てた俺。知ってる、見た、ゼロワン初めて今日すぐ来ちゃったの、一瞬だった、通知だけだったの、一瞬だったんだ、 2,3 分で切った。見てなかった俺。なんつってた、2回来てたよね通知、ありがとうって。ゼロワン大丈夫か、 TikTok もめっちゃ休んでんでしょ、裸っぽかった。マンスリーでしょ、マンスリーありがとうでしょ。うさぎ枠喋ってなかった、ゼロワン大丈夫か。ウサギなんかできるわけないじゃん、でも病んでんの、無言、岩盤浴で女が勝手につけた、嘘やろ嘘やろ、岩盤浴。無限が TikTok 負けすぎて病んでるかもって、女で病んでる。マンスリー1位ありがとうでしょ。もしかしてそろそろ引っ越しかもって話を。女？女で病んでんの？ゼロワンが。上裸だったから多分サウナ。あら。女か。病んでんの。うん、俺もなかったから外部で荒れてた。うん、小前くんの顔やってるよ、もちろん、やって見てるよ、もちろん、舐めないで、見てる見てる、うん、誰だと思ってんの、全部監視してるよ、全部舐めないで、全部見てる、何が起きてるか今ふわっちで。うん、にわかの人はあのやめてね、全部見てるから、フワッチ関心だよ、ここ全部見てる。うん、そう、プロだからなめないで、全部監視してるよ。うん、お休みされたんですから、すごい。あー、シャネルちゃん、ゆゆゆゆもう寝るの。そうそう、運営だよ、うち運営、何発飛んだかなって全部見てる。うん、匿名外してた、不安で荒れるのが怖い。ゼロワンを救いたい。嘘、ゼロワンやべえじゃん、嘘だろ、病んでんの、病んでるな、ゼロワン救いに行くか、めっちゃ病んでるな。
ゼロワンが匿名外してた。ゼロワンの配信が意味深すぎる。 2,3 分で来たんでしょ。小前くんも5分で5万稼いで枠切った。うわすごいな、5分で5万。うわやめらんねえな。台本なの話題にしてほしいから。いやそんなことしないでしょ。電話たくまがファンタ爆投げすごいな。いやふわっちね、やばいですね。こんなんでいいのかな、トップライバーたちが。こんな配信でいいの。いや帰ってこないよ。50発、50発だけだよ。たくま50発、嘘やろ。うっそ、そんな投げたのたくま。金もやな、俺絶対投げんで。俺50発も誕生日ぐらいだよ。そんな投げるさて誕生日なの。稼いどんな、プラチナでしょ。大花火20発、50。配信者と直接あげたらもうアイテムじゃなくて、メリーゴーランドめぐちゃんや、3万、6530、3万だね。俺誕生日は5月。ロケット50。眉がたくま今病んでるって聞いてた。病んでるだろ、50発投げないだろ。でも小前くん見てなんか安心する人もいるんじゃない。うわーこいつ俺よりやばいわって、多分そういう人も見てると思うよ。やばいじゃんこいつ。俺そんな小前くんみたいに給料少ないけどこいつよりは幸せだわって思ってる人いっぱいいると思う。こいつやべえわ、俺よりやべえわって安心してる人いるでしょ。こいつやばい、いくら負けんのこいつみたいな。ギャンブルする人ね、特に元気もらえるでしょ。絶対そうと思うよ見てる人。飯うま配信でしょあれ。なんか俺さ今日俺水原っぽくない、髪型も。水原にちょっと寄せてきてんの俺。寄せたよね、ちょっと前髪下ろしてさ、水原っぽいでしょ。一平ちゃんだよね、似てるでしょ、ユニフォームも。寄せた俺、ちょっとヤンカス。一平ダンスめっちゃバズってるね。上位3個ラスコイ。メリーゴー、ゴーラウンド。ゴーラウンド。ありゃす。元キャバ嬢の方ありゃす。塾女の方ありゃす。お前を旦那、ダナン。ダナンで見かけて、ふわ来たけど、すごい会話で。ダナンって何？あ、ベトナム？現地の方？現地リスナー？ 351 号さん。現地のリスナーさんいるの？ダナン、ダナンってどこ？小前くんがいるところ？現地？いるんす？ベトナムなの？ダナンって。現地リスナー？何号さんだっけ？351。ベトナムの地名。よく、あ、仕事でよく行く。今いるの？今いるんす？あ、8時以降はキープできないの？ええー。
じゃあ天田さんあれじゃない、取られちゃうんじゃない、取っちゃうんじゃない、小前くんの代。351現地に今いるのかな、先週までいたんだ、すごいね、現地の人仕事でだな。天田さんは配信はしてないね、 YouTube だね。ハイエナ社どうなんだろうね。でもスネークしたところで、あの本来の姿だからね、小前くんは何もないからね、裏で、あのままだよ、路上でお前がお前が、ツイキャスで小前くんはがコメントしてんの、あ、天田さんが、あ、つべらやるんだ、たまに1400安倍氏で当てられたとか言ってたけど、そうなのかな。1411で当たった、天井行ったの、それは誰が撃ったの、小前くん取られちゃったの、台取られちゃった、どうなった、あれ店出てんの、店出ちゃってんの、どうしちゃったのこれ、どういうこと、なんかもう店出てるぞ、撃ってないぞ、入金待ち、あ、繁栄待ちか、遅いんだ、なるほど、天田が1411当たりと狛江枠でコメントしたってことは取られちゃったのか、イライラしてる、取られた可能性がある、ダイオ天田さん16万17万プラス入金、入金した、ダッシュダッシュダッシュ、お金入った、どうやってこれさお金にするの、フワチポイント、めっちゃ焦って焦ってる、どうやってやるのこれ、カード入れるの、あ、カード入れるんだ、あー、そういうことね、フワチポイントをカードに入れてピッてやったらメダルになるんだ、あ、そういうシステム、デビットカードで買うんだコインを、あ、ほんとすげえ、カードでコイン出てきた、すごい、あ、もう台着席、着席、何の台、転生じゃん、転生、台取れたんかな、取れたのこれ、自分の台、日本円でもそのまま使えるんだ、案件来てる、何の、韓国人ガチでマナー悪くて横取りとか当たり前、やばいじゃん、え、最悪じゃん、うわ、天井手前1370安倍氏、天井いくつだっけ、狛江の暴露案件、狛江の暴露来てんの、どこに、どこに来てんの、6万で500枚、500枚であれば天井行くでしょ、うわー、でも伸びるか、伸びたとしてもさ、もう時間がないよね、1時間15分しかないじゃん、回収できるのこれ、無理じゃない、天井ってこんな期待値ないよね、これこれはかわいそうだなね、この時間でさ6万突っ込むでしょこれ、天井1560安倍氏、あと100回転ぐらい、ほら時差がね2時間だっけ、あれ時差が2時間ってことまだ時間あんのか、今10時45分でしょ、あっちだと8時45分、うん、2時間時差があるんだよね、ベトナムと、まだ時間あんのか、閉店が11時50分、あ、現地8時45分なんだ、12時まででしょ、そうだよ、まだ時間あるわ、あるあるある、まだ時間あるわ、何時間ある、
今現地が、8時45分だから3時間15分あるわ。3時間15分。ホテルのお金ないからこれで勝つしかないよね。3時間あるわ。ワンチャンちょっとは回収できる。1時間しかなくないって。12時までだね、現地のパチンコ屋。これ12時ま で現地の時間まだ8時45分だから3時間15分あるからと。うん、まだ3時間あるから。22時閉店なの現地。10時までなの。そうなん。あ、そうなんや。あ、そういうこと。日本の12時までか。なるほど。じゃあ時間ないわ。あ、あと7時間しかないんだ。現地で10時。無理や。無理やわ。アホやな、この人。アホ。終わったらホテルでこじればいいよな。負けてもな。うん、飛ぶわな、スターだから。うん、フルウェイとしても大して取り戻せないね。無理だね。無理だわ。あー、それにみんな期待を込めて花火投げたんだよ。これが見たいんだよ、投げた人は。この必死にさ、このスロットルこう叩いてる、レバー叩いてる駒井くんが見たいんだよ。急げ急げ。うん、見たいんだよそれが。うん、もう狂ってる姿が見たいんだよ。ギャンブル依存症って怖いな。うん、そう、これが楽しいんだよ、クズが。あー、たくまくんがね、たくまくんの力でこう放送できてるってことだよね。これ3000人来てるけどね、たくまくんのおかげだね。うん、ありがとう。たくまくんと駒井くんって殻にあったっけな、仲良かったっけ。うん、あるの絡み。あんまなんか仲いいところ見たことないな。ジョリズか。あ、ジョリズね。あ、ナナちゃんのあれか。貴重も10万。うわ、ナナ揃った。うわ、青オーラだった。青オーラ、青オーラ。どうだこれ。あ、ステージチェンジした。波動ステージ。反発か。反発ってことないでしょ、だって天井だよ、天井。青オーラはあんま良くないね。で、青の方が伸びる時もあるしね。いや、単発は単発で美味しいかもしれない。うん、ワード、ワードじゃないです、波動ね、波動ステージ。うわ、どうなるこれ。どうなる。めっちゃ入ってるからね、メダルが。いくらぐらい使ってんの今日。オーラはレインボーが一番いいかな。レインボー、その次は赤とか。うん、波動ステージどうなるか。これのりちゃんの スロットの閲覧超えてんじゃない。のりちゃんいつも2000人ぐらいだもんね。ぶっ飛んでも、だって額が額だもんね。これを配信でやっちゃうからもったいないって。 YouTube でやるべきなんですよこれ。生配信でしょ、もったいない。今日で30万。うわー、こやアホすぎ。嘘だろー、もったいないよこれ。30万負けてんの。30万使う企画で3000人しか集めれないって、これちょっとダメですね。30万も使うんだよ。なんかもっといい企画できそうじゃない。うん、30万あったら
なんか企画できそうじゃない、格闘技イベントとか、なんかねえ、カメラクルー呼んでさ、30万あったら、でしかも全部900万でしょ、900万を配信で使うってなったら、もっと有意義に使えたんじゃない、企画として。しかも経費に落ちるじゃん経費落ちないじゃん、これこれダメだ、これ、うん、経費にならん、企画としてダメですよね、これ税金どうするんやって。一時の閲覧欲しさにこんな気違い配信して、うん、どうするんこれ。900万いってるだろ、そんなにいってないみたいよって言って、もられてんの、800万900万負けてるって、もられてんの、そんな負けてないの、今2連チャン目バトルに持ってんの、これ繋いだ、サウザーに勝った、波動ステージ継続、単発じゃない、うん、毎日計算してる人いるの、いくら負けだって、本人もいくら負けとか覚えてない、800はいってんの、せいぜい550万負けだろって、テンダがせいぜい550万負け、そこまでいってないの、そうそう、手数料取られるんだよねこれ、120円か、1枚、ビッグとか当たっても増えても手数料取られるんだよね、うん、勝負玉少ないね、2個しかない800万負けてる、デイリー1位じゃない多分、小前くん今日このお店の X でリスナー収集つけてるけど、小前負け額持ってるよ、今日合わせて700前後、あ、そうなんだ、うん、いやーこれも、あ、でも勝負玉4個あるからワンチャン次の連チャンは期待できるかも、4個あるからね、いやーでもストレート負けするときあるからね、4個でも全部負けるときあるよこれ、ストレートで4個怖いね、4個しかない、4個勝負玉、真剣勝負してるわ小前くん、すごい、これが本当の真剣勝負だね、こんなにも、こんな待ってさ、友達からほら借りたりさ、花火小じきしてここまでできない、普通すごい、遠隔されてんのかな、うん、私転生で8000枚出した時、弾常に30個、ああもうモードがいいね、その時、それはね、30個ないとダメか、勝負玉4個しかねえ、4個で行く気だぜこれ、30万突っ込んだ台、ここクライマックスね、ここ小前くんの今日の一番の取れ高、30万突っ込んだ台に最後勝負玉4個で挑むサウザー、うわー勝てるか、勝負玉3つ、うわーあと2個、勝負玉あと2個、死ぬぞ死ぬぞ、あー死ん、あー227枚、あービシャーンビシャーン、終わった、うーわー2連で終了、うーわーざまー来た、ざまー、下手かよお前って書いてる人いるんだけど、下手とかじゃない、しょうがないねこれ、天井が1だから、あ、じゃあ設定が1だから無理ないよね、うまいとか下手とかないから、これ下手くそとか言ってる人いる、無理だ、誰がやっても2連だよあんなの、無理だよ、やめたね、アピール行くのかどうなんだろう、このままジャグラ行くか、ジャグラ大移動、200枚でジャグラ、300スロー、うーわーすーごいことしてるね、ジャグラ行くんだ、
設定1でしょ、ベタピンでしょ、こんな。うーわ、あ、メダル交換してる。あら、こういう店なんだ。なんか日本のパチ屋と同じみたいな、なんか作りがね、日本のパチンコと一緒や、なんか作りが。うわー、ピエロ来た、アイムジャグラー来た。これ300枚、1枚300円のスロット。10倍って何、10倍って何、まだやる、何10倍って。300円、1枚300円のジャグラー。うわ、1ビッグ9万、引いたらね、ペカったら9万。うーわ、13回出てるわ。でもビッグ、あ、結構ビッグついてるな、18回ついてるな、隣13回、14回、20回出てる時もあるな、すごいやん。1ビッグ9万だね。40回ついてる日あるで、これ40回ないか、20回とかついてるわ。いや、ベタピンだろうな、設定低いな、多分2台しかない。1回900円、1回転。うーわ、電波悪い、めっちゃ電波悪い、なんかモザイクかかってる、めっちゃ電波悪い。かける10倍だって。うーわ、2台しかない。どっちも1だろうな。波がいい方がいいな、じゃあ。うわ、設定変えてないんだろうな、ずっと1なんだろうな、これ。めっちゃ儲かるよな、アホが突っ込もうな。うん、すごいアホ。いや、ツイキャスファッチできないもん、スロット配信前できたけど。なんでツイキャスは OK でフワッチダメなんだろうね。なんでツイキャスできてんじゃんね。なんでフワッチやめさせたんだろう、スロット配信パチンコ。うん、140枚で勝負。あ、レート変えたんだ、ちょっと安くした、レート。こういうギャンブル OK なの、スロットパチンコダメになった。前良かったんだよ、養分とかずっとやってたんだよね、スロットパチンコフワッチで。レート変えてない、10倍、120円から300円、1枚300円にした。うーわー、1回転900円、900円、うわ、溶けてる、うわー、900円ずつ溶けてる。うーわー、3回転した今。うーわー、1回転の重み、900円なくなってってる。リプレイ来た。うーわー、900円なくなった今。うーわー、秒で溶けてる、大花火が。うーわー、俺たちの大花火が。すごいな、1回転900円。うーわー、ランチいけるで、1回転でランチ。うーわー、タバコ買えるで、2つ買えるで。うーわー、1ゲーム900円、大花火やろ、1回転大花火やろ、一発やろ。うーわー、早いな、溶けるの。いや、引かないやろこれ、引かないやろ、水払いやこれ。うーわー、早っ、もうなくなるんじゃんこれ。うーわー、引かないやろ、無理やろ。ブドウが3600円するのこれ、揃ったら。水原もびっくりやで、これ。水原コメント来ないかな、本人から。もうやめときとか。水原さんがコメントしないとこれ、止まらんで、これ。俺みたいになるでって。
水原さんコメントできるよこれ見てる人いないからリスナーさんで。水原さんいる？うわー、総額だからいくらだっけ？7800。うわー溶けてる。あ、ブドウ揃った。3600円。うわそれは見るわな。3500人見てる。うわー水原さん助けてあげて。これホテル代もないって。そうだね、貸してる人はみんなギャンブラー、投げてる人もギャンブラーなんじゃない、多分気持ちが分かるんじゃない。うわー手からやろ、無理やろ。あと何番あんの、もう終わった。あ、隣の台行った。うーわー隣の台移動。あと何枚あるのこれ。ペカったことあるこれ、小前くん。これペカらしたことあるの、ジャグラー。これカニね、カニないの、ある、あるんだ。これ案件なの、このパチンコ屋の。ある、ジャグレーもあるんだ。5連ぐらいしたことあるの。2台同時ビッグある。嘘、掛け持ちいいのこれ。突っ込むから消える。うーわ光るのこれ。1ビッグ6万円か9万円か。うまた移動した。うーわまた移動した。こいつ乱れ打ちしてるやん。ダブルで打ってんのたまに。今日だけで30万だって。両手で2台打ち、嘘やろ。忙しいやん、二刀流。ここ日本人経営者だよ。光るこれ、もうジャグラーダンスやん。この2台掛け持ちってうわー、どっちが光るか分かんねえ。俺はこっちの方がいいんじゃない、右の方が。ああ、ブドウ揃った。足も減ってんの？ 3台いってんの、3台。3台やったらウケるね。3台掛け持ち。うわぁ。嘘でしょ？後ろの台はきついだろ。後ろの台行くのこう無理じゃない。通路挟んで後ろの台は無理でしょ。こうやって2台、これ終了パターンだね。今日メッセージありがとうございました。ゆいゆい、また送りますね。ありがとうございます。4台は無理やろ。うわ光る、光るか、光らん。うわまた移動した、また移動した。うわ乱れ打ちてる。頭おかしくなってるわこの人。頭おかしなってない、やばない、これ誰か止めたら。誰か、彼女いないのこの人、奥さんとか誰か身近な人が止めてあげないと。これ誰かいない、フォロラー1位の人とかいないの。フォロラー1位の人、あ、どうぞ。ありがとうございます。フォロラー1位の人、コマリスの。俺フォロラー1位の人にもうそれ以上やったら投げないよって言われたらやめるけどな。うん、もうせいちゃんいい加減にしてって、もう投げないよって言われたら目覚めるけどな、俺だったら。うん、止めたら切れます。止めない、止めてもやめない。うーわ、いやマスカラじゃないよ、これブラシだよ、ブラッシング。
ブロックするの止めたら、うせやろ、むちゃくちゃするな、プラスになるまで帰らないって。だって45日間しかいらないでしょ、無理じゃないもん。あと何日滞在できるんだっけ、まだ20日ぐらい入れるんだっけ。ああ終わった。うわこれ脳が溶けてるね完全に。45日だよね、今日で何日目なんだろう。あれもう終わった、こじりつけタイム入る、これ。あまだ追加投資いくわ、追加いくわ、追加。29日、今29日目。あじゃあまだ入れるのか、まだいけるんだ。45日だもんね、45日で今29日目。あと16日は入れるか、120円弱でいく、レート落とした。あと16日間入れるわ、デビットカードいったいった。2週間以上あるで、まだいけるで、駒井くん。120円スロット、ギガキャンの撮影するっぽいし、まだお金大丈夫。あと500万いける、もうお金ないと思うけど。うーわー、 100×4 ってなってるわ、 ×4、4倍。うわー、120円1枚。うわ寝るとこないっすよね、野宿だよ野宿。うわあと1万2000あるの、もう秒で解けるんじゃない。シネマやすし厳しいから微妙、無理。もうオールインしてる、オールイン、オールイン、ホテルでもない。おペカってる、すごっ。うわ、バケか、ビッグか。うわ、ビッグ、ビッグ。な、何万円、9万じゃないよね、120円レート落としてるから。いくらだ、120円のワンビッグいくら。3万6000円返ってくる、3万6000円。うーわー、奇跡起こりか、これ起こる。3万6000円、ビッグ来た。打ち方おかしくなってる。うーわこんなのって、もうヒクソン・グレイシーみたいな、グレイシー一家だこれ、グレイシー一家。すごい充実やってたんじゃないこれ、すごいグニャグニャしてる、手首がグニャグニャしてる。エラー起きてる、早っ、ホッパーエラー、店員さん早く、エラーメダル詰まってる、ホッパーエラー、やばい、イライラしてそう。うわ発狂してるね、うわなんでやねん、これわざとなんじゃない、店もアンチなんじゃないこれ。うわこの狛江の台マジでエラー多いんだ、エラーとか。うわ台開けてる今、持ってるわ、ガチャガチャやってるから。うわこれが怖い、800万円使って3万円返ってきたよ、36000円、800万円。うわ紙巻きタバコ吸って、うわカイジだ、カイジこうやって吸ってるわ、これがかっこよく見えちゃうんだよね、これ配信マジック、かっこよく見えちゃう。800万負けて、うんこれが俺だよみたいな、これが俺の配信だ、うん、カイジ。うわこれで連チャンすればいいけどね、ジャグレンすんのかな。お店も出してあげて、もうそろそろ3回ぐらいビッグ引かしてあげて、もう満足するから、この人また来るから、明日も3回ぐらい出してあげてよ、もうお店の人もね。うわすごい、手がグニャーなってるよ、グニャーって、グニャーってなってる、最後台にベターってなってる、こんなの。
もうマックスベット何回もして早く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 次のやつ次のやつ次のやつ4000人見てて4000人やばい光るかうわ光るかこれえ300レート行くってまた行くの3万6000持ってなくなっちゃうででもで何回転か回した方がいいんじゃないこれ50回転ぐらいはうん光るんじゃないのこれもったいないんじゃないほんと乱れ打ちしてるわやばいカモだジャグラで4000はないね多分7ちゃんぐらいじゃないうわ光るかクレジットレンちゃん来るかうんある？いやこれ真似できないよこれ。あ光った？頭で見えない。頭で見えないぞ。光ったのかこれ。邪魔頭。小前くんもう関係なくなってんじゃん配信とかもう。アングル光って光って光ってる。ザグレンしてる。見えない。カメラ光ってる。二連。なんか5頭やったべこれ5頭頭で隠した台を2連チャンビッグうんあ2回になったらビッグなんだビッグ確定うわすごいすごい手首なくなった関節ぐにゃぐにゃしてるで手首の関節おかしなってるぐにゃぐにゃしてるタコみたいになってるうわ反面教師だね反面教師こうなったら終わりやね人間ってすごいわうわこれ3万6000でしょ3万6000かける2 7万2000ちょっと今減らしちゃったから7万ぐらいか7万持って1枚300円のジャグラー戻るってどこでやめるかね、うん、脳が溶けてるねジャグラーねコマイクのリサさんかなこれあと13万、うん、お茶枠邪魔お茶枠切った方がいいね一回ねこれ一回スマホだと一回パンって触ったらこのエフェクトが見えなくなるかうんそう画面触ったら消えるねエフェクトがおおまた頭で見えなくさしてるわなんかゴトしてるこれゴト行為やってないこれピアノ線やってるゴトしてるわ不正してないこれこれなんで隠してんの頭でゴトしてるべねえなんで隠す頭であゴーゴーランプ見つめてんの邪魔なんだけど頭ギリ見えるけどね見つめたい見つめたいの5頭じゃないのこれ大丈夫うわまた光ったまた光ったうわ3連ビッグすごい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 いくらになる超えてるすごいくらになる7万持ってたでしょあ10万ぐらいになるか10万ぐらいになった
これで。これビッグ回収して、やめたら10万。その10万円はどうするかだ。残り45分。45分しかないぞ。10万円はどうする？もう AT とかやめた方がいいね。もう A タイプだね、 A タイプ。ホテル代にするのかな？それから誰かに借金返すのかな？機長さんとかに。機長さん帰ってくるで。またホッパエラや。またホッパエラや。うーわ。またエラ。機長さん10万返ってくるかもしれんで。機長さん、養分も。10万持ってるで、この人。10万。10万持ってるで。返してもらい。10万あるから。うーわ。すごっ。なんか顔はでも余裕はあるな。でも顔はそんなになんか落ち着いてはいるね。どやーみたいな。どやタバコしてるわ。どやー、そんなに俺の配信が見たいか。どやーって4300人。どやーかっけえだろ俺みたいな。見たかみたいな。見せ場作ったで。養分30万返ってくるで。機長20万なの。帰ってくるで。3連ビッグだよ。すごい3連チャンしてる。たくまくんのロケット花火50発が生きてるで。たくまくん生きてるで。息吹き返した。はい、360枚ゲット。どうする小前くん、どうする。3連ビッグ、もう連チャンしないんじゃない？するか？もうやめといたらこれ。やめとくべきじゃないこれ。やめたら？無理やろ。また見えないわ。また見えないわ、頭で。アホや。見せろよ、リール。リール見してよ。頭邪魔なんだけど。ゴトしてるこれ。ゴト。おい小前くん、コメントも見てないし、首かしげてるし、配信忘れちゃって。小前くん配信してるんでしょ。配信してるの忘れてない？これ趣味でやってんのこれ。なんで見せてくれないんだろう。配信中、素人かて。ど素人かよこれ。うわ見せろよ俺リールを。クレマンしてんのかて。あー光ったからね、オカルトでね。さっきと同じ目線でゴーゴーランプを見つめながら打ってんだこれ。うん、もうやめたら。やめるか？やめる？帰るか？300枚いくか？300円スロットいく？さっきの。帰るって言ってる？まだ打つ？うわ、コメントもさ、なんかあれだわ、96回転で光るぞとか、なんか誘惑してくるね。これ釣られるね。あと10回転とか誘惑のコメントもあるわ。100回転まで回せとか、もったいないとか、これ釣られちゃうな。10枚いくぞとか。これはレートは100いくらだっけ。140だっけ。120円、120円かな。1枚120円、120円ね。
で、この上があって1枚300円、さっきやってたんだけど120円1枚だから日本のスロットの何倍 ?4 倍何倍だ ?1 枚20円でしょ日本のスロットって120円だから6倍だ。そのパチンコあるじゃん日本の6倍のレートでやってる。120円、ビッグ1ビッグ36,000、やばい、6倍の速度で溶けていく、やばいっしょ。あるもう無理じゃん、もうやめたら無理やろ、4連ちゃんは。いやこれハマっちゃうよね、でもね、ギャンブラーはこう日本に帰ってきても打てなくなるね、1枚20円のスロットアホらしくて、逆にこういうの慣れちゃうとさ、うん、いかに今までこう打ってきたこの俺たちがマルハンとかで打ってきたスロットが健全かってことだね。1枚20円で打ってきたじゃん、うん、健全だよね日本のパチンコスロットって。こう見るとベトナムやばいわ。うーわ、光らん、ベタピンベタピン、モチ、うわ早いわ、すぐなくなるわこれ。閉店が迫ってる、あと40分。うーわ、1枚120円だもんね。1回転300円、いくら360円、1回転360円なくなってってる。1回転360円、その上があるからね、1回転900円があるからそこに行こうとしてるんだけどなかなかやめれない。360円1回転やめれない、腕が止まらない、腕にやめろって言ってんの、腕にやめろ、やめてくれって言ってんの、腕が言うこと聞かないんだ、語りかけてんの、やめろこれ以上、まあやめろやめろ、破産するぞ。別人格がいるんだ腕に、やめてくれんか、リスナーが切り落とせって言ってる。もう店員さんに切ってもらったら腕やばいじゃん。うーわまだ打ってる、腕がギャンブラーなんだね多分ね、腕が寄生虫がいる。現地のリスナーさんいる？腕切ってあげて、これもう無理やろ、腕切るしかいない、現地のリスナーさん、うん、止まらんでこれ。右腕切ればいいの？うわーいる、現地のリスナーさん、え、ツイキャスこれ1位なんだ、うわーすごっ、ほんまや1位だこれ、野田通りが3000人、ほんまや、閲覧1位や、1位、あららららららら、1位やで野田通り、あら10倍いけって言ってる。あ、移動した、うわめっちゃ持ってるやん、移動した、うわ換金するの、バイチャレンジ作戦、なんだ作戦って、バイチャレンジ、ふわっち稼ぎますよ、稼げる人は。300円のやつ来た、残り時間が何分だ、35分、閉店まであと35分、
奇跡起きるか、全部溶かすか、10倍1回転900円軍資金作ったんだね。じゃあね、今ハイレートを回すために軍資金、ここでやめた方がいいのか300円で行った方がいいのか、何枚だ、何枚軍資金、何枚なのこれ。レート上がったからね、レートが店員に10倍って叫んでる、10倍って。うん、ワンビッグ9万円もらえる、光ったらどうするのこれ。また戻ってきた、右か左か、2台しかないからね、2台、どっちどっちどっちって。1回転900円、900円、これで溶かす。ワンビッグ9万円だね、さっき3万でしょ、3万2000か、さっきの。うん、12時まで分回し、12時まで持つかな。何枚あるの軍資金これ、いくら分、いくら分なんだろう。10万ぐらいあったよね、でもね。ってことは300枚ぐらいあるのかだよね、350枚ぐらいあるのかな。それ今勝負しようとしてるね。出たらすごいで、右か左か迷ってる、2台あって、どっちどっちどっちって、どっちどっちどっちって。350枚ある軍資金、350枚、さあどっち、どっちだ、光るのは。最初に光る方どっちだ。100回転ぐらい、そうだね、日本円で10万円のメダルで今軍資金作った、1枚120円スロットで100回転しか回せない。344枚、344枚勝負。うわ、光ればいいけど、光ってもまあちょい負けぐらいか、9万だから。うわ、どうする、溶ける、光るかこれ。30分しかないぞ、光ったら9万だぜこれ。ワンビッグ、でもジャグラー天井ないからな、さっきのこじりつくタイムとかやんなくていいよね。あと5万くださいとか、あと6万お願いしますがやんなくて済むね、天井がないから。テレパシー送るか、じゃあ光るように、ベトナムまで届け、ベトナムまで光ってくれ、光れ。テレパシー届け、光るか。あ、ゴッド引いたことあるんだ、奈々ちゃんから。やっぱ持ってる人から借りるとやっぱ神回答起きるね。うん、捨てちゃったもん。うん、900円が2秒ぐらいで溶けてる。リプレイのありがたみ、900円のリプレイ、3600円のブドウ、うわぁ。光る？これ。その理論だと、たくまくん、でも増えたよ。たくまくんがロケット花火投げてくれた50発、増えたよ。10万になったよ。うん、うわ、大花火1個がどんどん消えてってる。ツイキャス、ツイキャス、
大花火1個がどんどん溶けてる。900円ずつなくなってってる。あれ電波悪いな、電波悪ない、くるくるしてるで、電波悪くない、何これ。あ、終わった、バン、バン、小前くんバンです。過度なギャンブルバンです。バンになっちゃったこれ。シムが終わった、シムバンです。次のバンは小前くんでした。うん、モイが救ってくれたね、モイが。あ、始まった、また始まった。モイが救うしかない、これね。小前くんを救うのはモイさんとふわっち運営さんですね。これバンにするしかない、これ、うん、再開。電波が悪い、電波がゴミ。これシムがダメなんかな。うわ、そう、何人もバンになってる。うわ、処刑でされやす、なってことね。シムを買いに行かなきゃいけないの。うわ、なんかモサッとしてるな、重いな、めっちゃ重い、ツイキャスがもっさりしてない、なんか動きが。なんか、あ、終わった、配信終わった。電波が出るのこれ。これさ、海外の SIM カードって何なのこれ。 SIM カードって関係あるの、なんか制限があるの。何だ SIM 切れって、 SIM 切れって何、どういう仕組みなのこれ。なんかあるの、制限があるのこれ、上限がある。なんかまた始まった、始まった。ジャグラーのとこ電波悪いんだ。何ギガとかあるのこれ。1枚4ギガバイト、1枚4ギガバイト。パケット制限があるんだ。無制限買えばいいのに。ないの無制限。4ギガすぐなくなる。電波がおかしくなってきたって言ってる。すごいな、重た。あ、Wi-Fi 借りればいいの。店に Wi-Fi ないのこれ。一日の制限ある。4ギガってすぐなくなるよね。光るかこれ。300何枚だっけ、340枚だっけ、344枚。すぐなくなるね。340枚あったんだよね。340枚。あ、10万円相当あったんだ。10万円相当、そのままやめてたら10万円だったんだ。うん、114回転に光るかどうか。もうダメか、10万溶けた。早いな、10万。ホテル代だけ残してさ、退店したらいいのに。もうダメかこれ。あ、台移動した。ダメか、やめればよかったね。乱れ血してる。歌い出した？魂のルフラン言ってんの？歌ってんのも。病気だこれ。あと25分ある。一回でもビッグ引かないとな。一回ぐらい。また個人リスクタイム発動するかも。また。
こじりつけタイム発動かも。なくなったら。トータル800いってる。来るで、こじりつけ。こじられるで。花火の用意お願いします。コマリス、花火の用意。もうビー花買っといてあげて。時間がない、時間が。こじりつけタイム来るで。何回目今日？ 3 回目？待機しといてください。こじりつけ